世田谷区は東京都の区部西部に位置する特別区。人口は東京都区部の中で最大の約94万人で和歌山県から鳥取県までの8県の人口を上回る。二子玉川と玉川河川敷世田谷区は東京23区の南西部に位置する。東京23区の中では都心から遠いにあり、多摩地域では武蔵野市。 埼玉県では、川口市、千葉県の松戸市、市川市と同じ都心1 5トル県である。神奈川県川崎市と接する南側には、多摩川が流れ、多摩川がおおむね都県境を構成する。都心から放射状に鉄道が通り、鉄道間の連絡や各駅と住宅地を結ぶように、バス路線が走る。都心方面へ向かう。 東西方向の鉄道路線は充実しているが、南北を結ぶ路線は東急世田谷線に限られる。2020年現在、人口と世帯数は東京23区の中で第1位、人口密度では第14位である。面積は1990年代までは東京23区内で最大であった。羽田空港用地の拡大などにより、 現在の最大面積の区は大田区である。区内には二子玉川、三軒茶屋、下北沢などの商業地があるが、区内の地目別土地面積の9割以上は、完静な住宅地区である。特に西条は、東京でも屈指の高級住宅街として知られる。区は、世田谷、北沢、玉川、木沼田、唐津山の5つの地域に分けられている。 各地域には行政機構の一部として区の総合支所が置かれる。国分寺崖線の環境を保全した区立公園世田谷区の地形は大地と低地からなっている。南部には多摩川に沿って北西から南東に連なる急斜面がある。この斜面を境に北東側は大地、南西側は低地である。国分寺崖線には 樹林や湧水などの豊かな自然環境が残る。その環境と景観を保全するために、区は複数の条例を制定し、指定した地区での建築条件を制限している。河川区本物川緑土区内に主な水源を持つ川を、で示す。これらの小河川は、かつては灌溉用水として利用されていたが、宅地化が進むにつれて農地が減少したため、大部分は、 下水道幹線として暗挙化され、地表は緑道となっている。区内の玉川沿いの町名であるうなね、瀬田のげ、とどろきには、対岸の神奈川県川崎市内にも同じまたは類似の町名がある。これは玉川の流路が江戸時代の洪水や改修で大きく変わり、地域が分断された痕跡である。23区としては珍しく内陸性気候の特徴を持つ。 気温状況は都心と変わらないが、住宅地である北部、西部は夏は都心よりも猛暑日が多く、摂氏38度前後まで上がることもある。また、冬は寒くなり、冬日は珍しくない。世田谷アメダスでは、降水量のみが観測されている。降水量は他の都内のアメダスと比べ多めである。世田谷区は下記の5地域に分けられる。 各地域は独特の歴史と特性を有する。地域といっても世田谷地域、玉川地域などは、面積、人口で、中野区、渋谷区レベルの大きさがある。区内の町町長数は277で、これは、東京23区の中で最も多い。商業地国道246号、世田谷通り、茶沢通りが合流する3県、茶屋駅周辺、小田急線。 井の頭線の乗り換え駅の下北沢駅周辺、京王線の千歳から須山駅周辺、大井町線と東横線の乗り換え駅の自由が丘駅、南口側周辺、大井町線と田園都市線の乗り換え駅の二子玉川駅周辺が、それぞれ区内の商業地として、求心力を持つ。住宅地東奥区域は、武蔵国玉郡、江原郡に属し、農村地域であった。 しかし農地や空き地が多かった、この地域に、上京者等がよく移り住み、現在では、都内有数の住宅密集地域となっている。江戸時代は五府内には含まれず、明治、大正時代の旧東京市15区にも含まれない地域であった。そのため、東京市外の中間富裕層や、若者等にとって、世田谷南部の多摩川や轟渓谷は、 軽症地、降落地であった。松方別邸のように別邸を設ける地域などとしても人気があった。関東大震災による神社仏閣や被災者難民の疎開地として下町から多くの人が流入して住みつき、現在にあっても区画整理や再開発をより困難なものとしている。東京郊外という立地から当時多くの私立学校、大学などが移設、開設され、 現在においても絶え間なく上京する学生や若者たちを多く受け入れている。区内にはカーナビゲーション開発の実験地に選ばれたほど区画整理されずに細かく細い道が続く住宅街がある。一方、東急電鉄や東京新宅会社などによる早期の沿線開発により区画100平方メートル内外を一軒とした大規模な住宅街区も点在する。 公園、緑地大規模な都市公園以外に、区域内を流れる、主要河川を暗渠化した後に、緑道や浸水公園にした、一般に、ビオトープと呼ばれるものを合わせると、区内に455箇所の公園施設がある。町名世田谷区では、全域で、住居表示に関する法律に基づく住居表示が、実施されている。世田谷区の国勢調査人口の変遷を以下に示す。 100, 零零零 200, 零零零 300, 零零零 400, 零零零 500, 零零零 600, 零零零 700, 零零零 800, 零零零 900, 零零零100万 ,2025303540475051560657075808590950005105 元、世田谷区の範囲における国町人口は、 1920年には39。952人と、現、東京23区に当てはめると16位相当に、過ぎなかったが、人口増加とともに、順位も上がり、戦後は1955年から1965年の、期間以外は23区中1位となり、特に高度経済成長期に人口が貯蔵した。しかし、高度経済成長末期になると、 人口増加が鈍化し始め、1970年以降は80万人前後で横ばいになった。特に地価が高騰したバブル景気期には人口減少に見舞われた。1995年を底にして2000年代は再び増加傾向を見せており、2010年のそれは87万7138人、世帯数は44万8961世帯。 人口密度は15,102人、平方キロメートルとなった。世田谷区の推計人口は、1932年5月7日の、発足時には133,249人であり、東京35区中で最小であった。2015年4月1日に初めて90万人を突破。2021年12月1日現在、 東京23区中で最多の938,427人である。なお、平成の大合併の際の市町村、合併支援プランに基づく、期間限定の人口要件緩和措置により、政令指定都市に移行した7市及び、北九州市を含む8政令指定都市は、遠くより人口が少ない。2005年の夜間人口は82万320人。 昼間人口は736,040人であり、昼夜比は0.897倍と昼間に約1割減少するベッドタウン型の日内変動がある。全国と比べた年齢別の人口比率では、大学生あたりの年齢から40歳代半ばまでの比率が大きいが、未成年及び40歳代半ばから80歳くらいまでの比率が小さい。 古来より武蔵国にあり、遠く区域は武蔵国多摩郡、江原郡に属していた。江戸時代末期に両軍内に42の村々が存在し、五府内には含まれていない。明治、大正時代も旧東京市15区に含まれない地域であった。昭和時代の世界恐慌後に江原お及び北多摩郡から旧東京市に編入された。歴代区長。 桜井俊夫岡の民の利加藤聖七高田健次郎、入江三沢大倉勝馬、河野光星、富田茂田村穂長島総工。佐野保も大場刑事熊本哲行穂坂信特長選挙2019年4月21日、最終投票率 43.、43.02%2015 年4月26日、最終投票率。 42.83%2011 年4月24日最終投票率41.76%外国人差別に特化した苦情処理委員会を設置。苦情処理委員会は区長の諮問機関。外国人差別に特化した相談を区民から受け付ける。条例には区長が必要に応じて適切な措置を講ずると定められた。苦情は 区の業務として処理される。条例制定後、世田谷区区役所内で外国人差別を禁止した世田谷区の条例を学ぶ勉強会が開かれた。世田谷区の区議が条例の趣旨や制定過程を開設。勉強会には川崎市を始めた自治体の市民や議員らが参加した。かつては教職員の移動区域は区内が二分割されていたが、現在は 移動区域は統一されている。2007年度、従来の教科の一つである、国語に加え、日本語という新教科を、区内小中学校に導入している。23区の中で、緑の多い区として知られるが、集合住宅の開発増加により、緑比率は1986年の59.1%に、比べ、2002年には38.4%に、減少している。 2004年から資金調達の対策として地方債の世田谷区民債を発行している。世田谷区は平成26年に犯罪認知件数8508件を記録し東京都内で最も犯罪認知件数が多い自治体となった。区内で発生した大きな事件は世田谷区内で発生した主な事件を参照。 区内の犯罪発生件数は概ね減少傾向にあるが、特に車上荒らし、ひったくり、振り込め詐欺などの発生件数が多くなっている。総合支所区内は、行政上5つの地域に分けられ、各地域には、総合支所が設置されている。総合支所は、特別地方公共団体である、区の行政機能の一部を分担し、地域の区役所的な機能を果たす。 海外国内大使館領事館世田谷区には4つの警察署が存在する。いずれも警視庁第3方面本部管内に属する。区内の郵便物の集配は区内にある4つの郵便局で行っている。郵便番号は154.155156.157158。美術館、博物館は世田谷美術館の分館。 区内の画家のアトリエを改装、またはその跡地に建てられて開設された。劇場、多目的ホール図書館世田谷区立中央図書館が、入る世田谷区立教育センター障害教育の一環として1970年代から徒歩県内に図書館を設置する方針を立てた。その後の時代変化と行政コスト改革の一環で、計画の統廃合が行われた。 中央図書館と地域図書館を合わせて16館、他に保管施設として地域図書室が5室、図書館カウンターが2箇所ある。2006年7月26日、小田急線共同駅前の高架下に共同図書館が開館し、世田谷区立図書館では初の長時間開館。また、これにより、資金にあった共同町稼働図書室は閉鎖された。 中央図書館の地下には保存庫があり、蔵書検索では、中央図書館蔵書と保存庫蔵書は区別して表示される。2011年1月より、共同、カラス山図書館の通年会館がスタート。翌2012年6月より、木ヌ小山台図書館の通年会館がスタートした。月曜日も開いている図書館を、区内各地域ごとに一館設ける。 という施策のもとで、中央図書館のほか世田谷図書館、大田図書館、小山台図書館、木沼図書館、烏山図書館の、計6館が開いている。2012年12月3日、北見町角図書室が開館。世田谷区立図書館ビジョン第2期行動計画に、基づき、町角図書室発のコンピュータネットワークを導入。 そのため他の街角図書室と開館時間や利用点数が異なっている。2015年4月22日、二子玉川ライズショッピングセンターテラスマーケット2階に窓口機能に特化した図書館カウンター二子玉川を開設。区立図書館ホームページなどから予約した資料の貸し出し、返却、利用登録、簡易なレファレンスサービスを行っている。また、 区内障害者施設で作ったハッピーハンドメイド製品の販売やデジタルサイネージを使って世田谷区の様々な情報を発信している。同年10月16日にはキャロットタワー隣にも図書館、カウンター三軒茶屋を開設している。2016年4月1日、街角図書室が図書室と名称変更された。2016年9月1日、 世田谷図書館が移転に移転開花にした。フィットネスクラブなど民間の運動施設は区内の各地で営業している。世田谷区の平均世帯所得は2014年時点で649万円となっている。埼玉県埼玉市浦和区や文京区に次ぐ水準となっている。しかし、世田谷区は2022年には生産力地方による指定が解除されるため、 不動産価格の下落が避けられない。固定資産税の問題が絡み高級住宅地も例外とはならない。特に過去に大手デベロッパーの主導で販売された物件は本来の価値以上の値段で売り出されていたため下落が始まればハイスピードで価値が落ちていき今の半分まで不動産価格が下がるという分析結果が出ている。区内の生産力地西部の木地域 カラス山地域を中心に、区内には2017年現在89ヘクタールの農地があり、野菜や果樹、柿類などが栽培されている。農業産出額は2013年現在3億9000万円。区内の農地面積は2007年は126ヘクタール、2012年は107ヘクタールと減少傾向にある。区は、 世田谷区農業振興計画として農業従事者への支援などを行っている。区内には、生果と花器を扱う東京と中央、卸売市場世田谷市場と JA 世田谷目黒、JA 東京中央の2つの農業共同組合の本店が存在する。また、野菜栽培やガーデニングなどを学ぶことができる都立園芸高等学校が区内にある。内陸にあって、 港湾や空港からの交通の便が宅よりは歩く、住宅地として早くから開発されたため地価が高くて、公害防止策の必要性も高いことから、区内における工業の重要性は、宅と比較して相対的に低い。2019年工業統計調査による2018年実績では、従業員30人以上の工業事業所は、区内に11カ所。 敷地面積5233平方メートルで23特別区内では事業所数で19位敷地面積で21位にとどまる公益財団法人として世田谷工業振興協会が設立され純工業地域の保全や住宅地との共生事業が行われているキャロットタワー渋谷区目黒区に近い世田谷地域の東部や 川崎市に近い玉川地域の二子玉川駅周辺では商業が盛んである。このほか、区北西部にあたるカラス山地域の千歳カラス山駅周辺をはじめ、小田急線や京王線、東急田園都市線の各駅前では、駅前商店街の発展が多く見られ、それ以外でも住宅地の中に比較的小規模な商業店舗が散在している。 上場企業未上場放送局電信区内全域が03であり、これは東京23区の他の全区や狛江市の大部分、調布市と三鷹市の各一部とも共通である。世田谷区内には、世田谷局、鶴巻局、松沢ビル2局、上北沢局、東京カラス山局、成城局、木沼田局、東京瀬田局、 東京多摩川局の NTT 交換局があり、区内をカバーするほか、世田谷区内の一部では区外にある交換局となっている代々木局、目黒本館局、自由が丘局、田園調布局、小前局、雪ヶ谷局がカバーする。世田谷区内の多くの交換局に窓口が設けられていたが、窓口が三軒茶屋に集約されてから廃止された。定時制。 通信制はそれぞれ定時制、通信制が設置されていることを示す。関7通りと東急世田谷線鉄道はほぼ東西方向にしか走っておらず、南北方向の鉄道は路面電車の東急世田谷線しかない。そのため、葛飾区や江戸川区と同じく南北方向の交通は路線バスに頼ることとなっている。 放射状に広がる各線を環状方向に結ぶ路線は地理的に偏っており場所によっては区内であっても一旦渋谷駅と区外に出ての移動を強いられるなど鉄道で1時間以上要する場所が多いそのため区では環八通りに沿う鉄道エトライナーの構想を持っており環八通りの沿線区とともに計画を推進しているが着工の目処は 立っていない。なお、区内を走行している路線はすべて、私鉄であり、東京23区で唯一地下鉄も JR も、通っていない区でもある。前述の通り、葛飾区と世田谷区のみ、東京23区で、地下鉄が通っていないが、地下を走行する、鉄道路線はある。なお、JR の路線が存在しないのは、練馬区と世田谷区のみであるが、世田谷区は、 小田急小田原線に JR 東日本の車両が乗り入れている。京王電鉄、東急電鉄、小田急電鉄区内は渋谷区から神奈川県にかけて国道246号が東西を横断し、都道の環八通りが南北に縦断する。これら主要道路の内側を網の目のようにバス路線が設定されている。段差の少ないノンステップバスを多く導入するなど、 公共交通の確保と高齢化対策を図っている。路線バス区内では、東急バス、京王バス、小田急バス、関東バス、東京都交通局の各事業者により運行されている。通勤時間帯には2分から5分間隔でバスが運行される地区がある。しかしながら、世田谷区内の各地域は、 都市計画道路の多くが未整備であり、現況道路が非常に狭いために、バスの通行が困難、あるいは路線バスの通行に折り返って渋滞を招く、ケースが少なくない。そこで、玉包津津、馬根、北見、岡本、蒲田、大倉、蘇士ヶ谷、成城、八幡山地区では、小型車両による、コミュニティバス路線の運行が実現して改善が、模索されている。 東急バスは一部地域で、東急高地と呼ばれる、中型のデマンドバスも運行していたが、現在は、一般路線に組み込まれている。都市間バス、二子玉川駅を拠点として、羽田空港、成田空港への空港リムジンバスがあるほか、高速バスが発着している。池尻大橋駅からは、小田急箱根高速バスの御殿場駅、箱根方面行きがある。ただし、 乗車停留所は、目黒区大橋に所在する。到着停留所は池尻にあり、こちらには、JR バス関東、東海バスなどの高速路線も一部停車する。その他のバス、自由が丘周辺を無料巡回する、サンクスネーチャーバスが一部世田谷区にもまたがり、深沢地区からも利用可能。区の南部は、昭和時代の初期から区画整理が進められた一方で、 杉並区などと接する区北部は道路網が境愛で非常に入り組み、現代でも道路交通網の発達が十分とは言えない地域となっている。貧弱な道路網の一因には農地から宅地を作る際に農道を基礎としたことも理由に挙げられる。幹線道路として東西に国道246号、国道20号が南北に関7通り、関八通りが走っている。 上記4路線の幹線道路が通っているものの、それを保管する福井15メートルクラスの都市、計画道路や各種生活道路の整備が近隣の宅に比べて遅れており、細く入り組んだ、狭愛な駆動が多い。それゆえ、道路整備が、政の重要な課題の一つである。東京都心部と都内の多摩地域や神奈川県とを結ぶ通過交通と、 区内完結型の生活需要交通が道路を共有する事情もあり、交通事故発生件数は都内でも突出してワースト1となっている。高速道路は首都高速3号渋谷線、4号新宿線及び東名高速道路、中央自動車道、第3京浜道路が通る。また、東京外環自動車道も都市計画決定後の長年の凍結が解除されて、 国内でも着工されているが、工事に伴う環境問題などにも起因する反対運動が続いており、完成の目処は立っていない。高速道路国道都道世田谷区は、東京運輸支局本庁舎の管轄エリアで、かつては品川ナンバーが交付されていたが、2014年11月17日以降は、ご当地ナンバーである世田谷ナンバーが交付される。中田亭。 無名塾区民の生活、文化に貢献し、また、区民から敬愛される人物を、世田谷区名誉区民条例に基づき、世田谷区名誉区民として検証している。世田谷区民会館ロビーの壁に、肖像画と功績を記したパネルが展示されている。なお、かつて、坪内義夫が選定されていたが、不祥事のため返上した。内は、出身地。 政治芸能文化スポーツ学術、実業、処分や、内は、居住地。政治芸能文化スポーツ学術、実業、処分や、ありがとうございます。